はい、えー、ストレスですかスストレスって存在するんですかねうん単なる一時的な不調とかね一時的な気の紛れこういったものをストレスっていうわけの分かんない言葉にそして概念に押し込めてるだけじゃないですかね、うん、こういう曖昧な概念に私たちはわけの分かんない感情を押し込めてませんかってことなんですよ実はそれはストレスではないんじゃないかなと単なる好奇心であったり疑問であったり一時的な不快感 これをストレスストレスっていうふうに一と工夫にするのは結構危険だと思うんですよね。でさらにそのストレスに支配されるんじゃなくてストレスを無視することってできませんかねストレスは感じるんだけどもよく気の速い人っていいますよね。気の短い人とか気の速い人っていうのは今感じた感情をすぐに忘れて別の感情をね呼びこむことができるからものすごくね自由な人なんですよね。うん、だから怒るのも早いけども忘れるのも早いって感じですよね。さっっっき笑てていいいいたたたと思ったらもう泣いているみたいなね。 そういう風な自分の感情に正直な人が気の短い人だと思うんですけどもこういう人ってストレスないんですよいつも感情発散してるからであとねストレスってものを喜びに転嫁できませんかってことですどういうストレスかっていうと筋肉にストレスを感じさせたり精神的に追い込むのが仕事ですからね だから精神的に追い込んで追い込んで追い込んでそこに打ち勝ったことによってやったぞみたいなストレスに勝ったぞとかねトレーニングに勝ったぞとかねそういう風になっていて強くなるわけですよだから実はストレスって快感に変えることができるんですよねだからストレスを放置するとストレスのままで終わりますけどもストレスとどういう風に向き合っていくかによってそれは快感に変わるとデメリットがメリットに変わるってこともありえますんでストレスが必ずしも悪いものではないという風に私は感じますそして最後にね なんでね、ストレスっていうのは日本語ないんでしょうね。ね、スストレスって日本語ないでしょう、ねうん、これなぜかっていうと日本にはもともとそういうものがなかったんですよ。で昨今海外からストレスという言葉とともにその概念が輸入されてきたんで実は私たち日本人は特にねストレスみたいなものとは無縁でいることができるんですよ。あなたはうつ病ですよって言われたらうつ病になっちゃうでしょ。あなたはストレスですねって言われたらストレスなんかと思っちゃうでしょ。うん、でも、ももそういういいんん、じゃないと。もちろん 深刻な病になることがありますから軽視はできませんよでも何でもかんでもストレスのせいにして答えを曖昧にしていませんかってことを私はね考えますけどね